はい、こんにちは、かきむらです。自動車を、スタートさせる手順の方をですね、一から見せてほしいということで、今日は、自動車のエンジンをかけてからの発進するまでの動画を、ご一緒にご覧いただきたいと思います。まず、スバル車ま、なんて言うんだ忘れた。まず、WRX です。インプレッサって言ったらダメなんですかね。まず、WRX のエンジンスタート方法は、これっちを踏みます。そうすると、この、エンジンスタートのインジケーターが、緑色に光るんですけれども、ここクラッチを離すと消えちゃうんですね。で、この消えてる状態で押しても、エンジン、かからないんですよ。イグニションがオンになるだけで、全然エンジンはかからないです。で、一応、エンジンをスタートするときは、クラッチをまず踏む。一応ブレーキも踏む。で、サイドブレーキはちゃんと引いているかどうか確認して。で、シフトインジケーターが、緑色になっていったら、エンジンスタートですね。ゴミ屋さんが来ちゃいましたね、また。はい、これでエンジンスタートになりました。今、ゴミ屋さん通過です。それで、まだですね、足元はクラッチを踏んだまんまで、ブレーキは踏んだまんま。で、次、ミラーを開くんですけれども、ここに、ETC カードを認証しました。このボタンを、が、電動ドアミラーの開閉のボタンなんですよ。押すと、開く。で、また押すと、閉じるです。はい、そうですね。そして、まあ、次は、シートベルトですね。なんかグダグダですね、今日も。シートベルトをする。シートベルトをする。シートベルトをする。OK。で、ギアをローに入れて、サイドブレーキを下ろす。どっちでもいいですね。サイドブレーキを下ろして、ローに入れる。ここでスタート準備なんですけれども、スタート、発車準備完了ですね。で、ウインカーを出す。で、右よし、左よし、右後方よし、を確認してから発進ですね。発進してみましょう。まあ、まだ駐車場なんで、ちょっと広い道路出てからもやってみましょうか。発進です。ここ見通しが悪いので、見通しが悪くて車の抜け道になってて危ないんですよ。だからゆっくり出ます。ほいほい、 OK。ここで止まれですね。あ、ウインカー出すの忘れてた。ウイチウイチ。ちょっと車の少ない場所でまたエンジンスタートから、ゴミ屋さんもいたわ。どうしようかな。ここでやりましょうか。ゴミ屋さんの邪魔をしてはいけませんね。ここでやりましょう。はい、駐車場の出口。車一回止めます。
はい。まず、クラッチとブレーキを踏む。で、イグニッションが、エンジンスタートのインジケーターが緑色に変わっていたらエンジンスタートですね。エンジンスタートです。で、ドアミラーを開くと。ドアミラーを開くと。おいで、まあ、どっちでもいいんですけれども、ローに入れて、サイドブレーキを下ろすんですけれども、サイドブレーキは、ちょっと上に引きながら押すと、下ろしやすいです。こう、そのまま押すとなかなかボタン押せないんですけど、ちょっと上げるとボタン、すぐ引っ込みますんで。おいで、右のウィンカーを出して、で、右よし、左よし、右後方よしですね。全然よしじゃないですね。右後方よし。で、スタートです。あ、シートベルトは、すいません。省きました。まあ、こんな感じで、走っていただくんですけれども、他に何か映してほしいものありましたら言ってください。お時間いただくんですけれども撮影してまいります。他何か言われてましたっけ。リクエストなかったですかね。割に自転車がよいしょ。おばちゃんの自転車暴走族ですね。車はアウトです。逆走ですね。あ、逆走ちゃうわ。ここまでは走ってきて OK なんですかね。あ、逆走してった。おー、怖い。怖いよー。怖いよー。まあ、こんな感じですかね。以上です。すいません。カメラ落ちちゃいました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。